新居浜市議会議員田久保秀道様、よろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました、議員の田久保でございます。本日は平成30年度の大島夏祭りのご開催、誠におめでとうございます。この大島夏祭りもですね、本当に準備をするのに高齢化であったり大変だというように聞いております。東道祭りと一緒にですね、地元の市会議員として手伝えることは何とかして応援して手伝いたいというように思っております。本日はですね、豪華景品の当たる抽選会であるとか、よさこい祭りのアトラクションもあるようでございます。最後まで皆さんと共に楽しませていただきたいと思います。以上をもちまして、開会式を、終了させていただきます。先着50名様までとなっておりますので、なるべくお早めに、お越しください。中学生おいで。行き渡りましたでしょうか、お菓子。それではですね、炭鉱節を、ただいまから行いますので、どうぞ皆様方、会場の円の中に入って、踊っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。おいも若きもどうぞお入りください。この上に出た。
何でもできる。観光団団の皆さんが、大島の夏祭りに、花を添えていただくことになりました。昨年に続いて、元気な、よさこい節を、踊っていただきたいと思います。それではただいまから、大島、伝統の、念仏踊りを、踊りたいと思います。熱中症になっとった恐れながら誰もどなたも皆様方よ私のこれが初めてよやれるかやれるかやりかけてみましょうやっとせよいやあそこらここやと尋ねまた切れた温度のあよよよい。はい、どうもお疲れさんでした。